小賀高原駅ホーム、小賀高原駅前広場緊急ヘリポート、小賀高原駅は、栃木県日光市横川にある、野岸鉄道合津絹川線の駅。標高759.7メートルに位置する。合津絹川線内で、ただ、快速、合津マウントエクスプレスの全列車が通過する駅である。特急、リバティ合津は、夜の上り一本のみ停車する。 短式ホーム一面一線を有する地上駅で、ホームは掘割内にある。2016年度の年間乗車人員は352人で、ある。したがって、同年度の1日平均乗車人員は0.96人で、あり、野岸鉄道線内では最も乗車人員が少ない駅である。近年の年度別乗車人員の推移は、下表の通りである。国道121号。 お土産センター横川より西へ約300メートル。駅前は細い道路があるのみで北側は山中への林道に続いており南側は野岸鉄道小賀高原変電所や小賀高原駅前広場緊急ヘリポートを経由し約600メートルで国道に至る。国道沿いには数軒の飲食店や小賀川の不動滝があるがいずれも分散しており 駅へ続く道路からもさらに離れる。特に駅前の施設が近張であるため、いわゆる、飛行駅の一つに挙げられることも多い。2020年6月6日のダイヤ改正により、それまで半数程度停車していた、特急、リバティアイズのほとんどが通過となったため、停車本数がやや減少し、浅草駅方面とのアクセスの利便性も低下している。東武鉄道で行く飛行、小学高原で、 ゆったりハイキング AB 栃木県統計年間、ありがとうございます。